れはとりあえず小っちゃくなるでしょ。で、あ、ああそういうこと？なるほど、先に動かしちゃダメなんだ。さすがにちっちゃい状態だと杖は振れねえのか。はっ、ギャッ、あれなんすか、なんすか、なんだろうあれ。なんだあれ。ギャー、ギャー、でひっくり返して、でポイント変えて、ギャッ、あら入らない。入った。入ってどうなる。あれ、これダメじゃね。そこに入れちゃダメだよね。これ持てる。あんま持てない。あ、いや、ちょっと待って。これで、ダメか。あいだ。これで、で、掴んで、ダメか。後ろがやっぱダメだよね。もう一回やり直しだ。これこれで、あ、そういうことか。引っ張り出してあの穴に入れればいいのか。これは？え？あー、わかった。こういうことだ。それは上に戻るだけだから、これか。あ、な、何の音今の。これ上から降りればいいのか。
あ、間違った。いた。う。う、熱い。ああ。熱い。ちょっと待った。OK。 えい。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 ほ。こう来て、こっちはなんだ。なるほど。動かないね。まずい。あ、入ってかけーら。でこれ上上がって、あー、そういうことか。それでふわーってなって、あ、いけた。え、これふわっとなってどこ行けばいいんだ。あ、そっち行けばいいのか。ふわーっと間に合うのか。 OK。うわあ、マジか。下に宝箱があるな。お、いけた。100円。うわー、いけない。あ、いけた。左上に宝箱。おー、でかい。大きな鍵。左下か。あれ、先にあっち行かなきゃダメだったかな。これでどこ行ける。おお、下に行きたいのに。やっちまった。
もう一回あっち行くしかないか。左下にあるんだもんね。うこれか。先にこっち来ればよかったのか。かけら、かけらいっぱい取っちゃったな。くそ、順番間違ったの。下に行く感じか。落ちろって感じか、これ。お、妖精が出た。妖精妖精が、まあいらないけど。そうか、杖で。あ、これ楽だね。ボスだろうか。あ、ボスだよな。きゃー、やばっちいの来たー。ちょっとセーブしていいですか。セーブできんのこれ。素晴らしい、できる。さあ、これはどうやって倒す。あ、いた、いた。あ、燃えてる燃えてる。あ、ちょっと何やってんの。
やべえ、倒し方全然わかんねえ。どうしよう。は？だから違うよな。あー、どうやって倒すんだ。ま、だいたいでもゼルダってそのダンジョンで取った新しいアイテムを活用して勝つっていうのがまあセオリーだよ。当たんねえんだよ。これお、なんだ、ん、え、ギャー、あ、そういうこと。これを繰り返せと。え、なんで今まで当たんなかったの。首に当たってたってこと？ああ、そういうこと？回復タイム。うわわわわわわ。えい。えい。え？わわわわわわわ、危ない。いやー、ああ、ハート出ない。出た。熱い。あー、まずい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 。早く消えろ、早く消えろ。消えちゃったハート。よし、あはは、意味ねえ。あー、死んでる。これちょっと一時的にこれにして、素晴らしい。あー、熱い。おらー、ちょっとこればっかりやってたら絶対勝てない。よし、まだ、広がってる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 。あぶね、まだ、勝った。
おお、見たことあるぞこの紋章。炎のエレメントを手に入れた。炎は暗闇を照らし、暖かさをもたらす力。炎のエレメントはその結晶だ。あ、はい。やったー、やっと6つになった。取り逃してないか、大丈夫。一応大丈夫風だけど。